今回はバレーボール選手の熊本ひなさんをご紹介します。熊本さんは福岡県朝倉市出身で1995年12月2日生まれです。身長174センチ、体重62キロ、スリーサイズは非公開ですが、バストは推定 E から F カップと思われます。熊本さんは、つぶらな瞳と大きくて綺麗な唇が印象的なショートカットの美女アスリートです。可愛らしい笑顔が素敵で、長身でスラッと伸びた手足、大きく実ったバストとヒップ、くびれのあるウエストから、ネットでは女性の体が独特の描かれ方である漫画のワンピース体型と言われることもあるようですね。そのワンピース体型の結果、スパイクをするために背中を反った姿勢、レシーブ時の両足を大きく開いた姿勢など、試合中にも様々なお宝ショットを見ることができます。動きやすさを優先したタイトなユニフォームからは、バストもヒップも弾けそうなボリューム感が感じられ、とてもセクシーですね。そして白くて柔らかそうな綺麗な肌がもたらした美しい内ももが、その色気をさらにもう一段上に押し上げてくれます。ムチッとした二の腕も熊本さんの魅力で、男性ファンの方はつい体に目がいってしまうのではないでしょうか。熊本さんのインスタグラムでは、競技時の写真だけでなく、プライベートで私服姿の熊本さんも見ることができます。そのインスタグラムの中に海釣りの写真がありますが、斜めがけしたスマホ用の紐がバストの谷間をより強調させてしまった写真があるのですが、なかなかの見応えです。ぜひチェックしてみてください。針治療を受ける動画では、際どい姿勢や角度のカットで揺れるバスト、うつ伏せや体をひねった姿勢でズボンが食い込み気味のヒップなどが映っていて必見ですよ。熊本さんは東九州龍谷高校の2年生の時にエースアタッカーとして才能が開花、3年生の時にはキャプテンとしてチームを率いて春高バレーで準優勝を果たします。同大会で優秀選手賞を受賞し、一躍全国区の選手となりました。高校卒業後はトヨタ車体クインシーズに入団し、中心選手として活躍しますが、現在は地元福岡のカノアラウレアーズ福岡に移籍し、 V リーグ昇格を目指しています。そんな中、所属チームの事業の一環でうなぎ屋の社長という二足目のわらじを履いた熊本さん、選手と経営に奮闘する日々を送っているようです。これからも熊本ひなさんを応援していきましょう。ご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは様々な女性アスリートを紹介しています。気に入っていただけたら、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。